どうもこんにちは、黒ネタです。ペーパーマリオ折り紙キング続きをプレイしていきたいと思います。さあ今回は残る一つの温泉に向かってみたいと思います。ガボン、橋まで戻ります。お願いします。え、お、ちょっとお前、うおー、荒っぽいな。よいしょ。ああ、ひどい目になった。セーブ中。てことは前回見つけたこの左側なのかな。あれ、宝箱か。じゃあこっちじゃないのか。とりあえずオープン。フロー系のフィギュア。まあ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 。あ、でもこっちじゃないのか。もう一箇所どこだ？あ、こいつ、あ、伝説ってそういうことか。無調、いくらだ？あれ、そんな高くない。買いましょう。あ、買う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 、全然買う全然買う。これ余った。今さ、待ってね待ってね、セットしてあったっけ？あ、あちゃちゃちゃ。これだ。これに一旦しといて、ちょっと安くなるのでは。あー、来た来た。あー、めっちゃ安くなるじゃん。よし。で、伝説ハンマーも、買っておこう。こんなもんですかね、とりあえず。あ、でももう一個ずつ買っといてもいいな。ははは。こうやってお金はなくなっていくんだな。よし、OK。ありがとう。では、一旦、これに戻して、あとは問題ないですね。OK。さらに強くなったぞ。で、あと一箇所どこだ？清めの湯っていうのが最初に行ったとこだよね。で、天使の湯が右側。下にあんのか。神殿の床。オッケー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 。なんだこの銅像は。こっちに見ちゃったのか。ここだね。よいしょ。かねえ。よし、よし。何やってんのお前ら。見えないところもしっかり拭きます。僕、綺麗好きなんで。お前は？見えないところもしっかり拭けよ。俺、持ち上げるんで。あ、で、ここだね。なぜか手前側に来れたな。こっち道があったり、あ、するんだ。よいしょ。おー、1000コインいいよ。いいよ、いいよ。これはすんなり入れるのか？ここ、もういっぱい、どっか行け。なんだと？全然いっぱいには見えないけど。マラさん、端っこの方でいいから入っちゃいません？そうしちゃうか。じゃあ、この辺で。うおお、まあ、そうなると思ったよ。よいしょ。とりあえず OK。さあ、どいてもらおうか。よいしょ。ちょっと待ってね。温泉入る前にお金欲しいからね。ちょっと待ってね。よいしょ。よいしょ。よいしょ、OK。疲れましょう。回復。よし、シワなんて全部取ってやるぞ。とりあえずもう4つ回ったからここで復活してほしいけどなぁ。ん？じゃじゃん、どうだ？白くね？おぉ、シワが綺麗に取れてパリッとしましたな。私はこの指がシワシワだけどお風呂入りすぎかな。そうだな。さあ、これで全部治ったよな。色がないんだけどね。いや、まだダメですぞ。色が落ちて真っ白なままじゃないですか。
しかし、そんな白抜け、一体どうやって直したら良いものやら。とりあえず、全部のお世話入ったから、担保して、お楽しみのご褒美もらいましょうよ。そうだそうだ、これだけお風呂入ったんだから、ご褒美ぐらい欲しいぞ。ぐー、そうですな。実は私もスタンプラリーのスペシャルな特典が何なのか知らんのです。どのみちこのままではいい方法も思いつきませんし、受付に行ってみましょうか。オッケー。だ、こっち側にいたような誰か。おい。話す。ずっこけ。そんだけ？まあいいや。さあ、四つ目のスタンプ。よし。コンプリート。スタンプがすべて集まりましたね。受付へお持ちください。じゃあ一旦戻りましょう。さあ、着きました。スタンプはお集まりになりました。スタンプカードをお見せください。こだね。お。おめでとうございます。すべてのスタンプをお集めいただけました。それではお楽しみのスペシャル特典はこちらです。どうぞ。あ、やっぱそうだ。これで入刀剣が手に入ると。お、彩りの湯はどこだ？これだな。なにそれ？頑張ってスタンプ全部集めたのにスペシャルってただの紙切れ？お前が言うなよ。そちらはとってもスペシャルな温泉、彩りの湯の入場券になります。彩りの湯は虹色に輝く、泉質が色褪せ、色落ちに効果があると大変好評いただいております。使わればたちまち健康的で鮮やかな お色が蘇りますよと。聞きましたか、坊ちゃん。その彩りの湯なら、坊ちゃんの体もきっと元に戻りますぞ。そうだな、これでもうかっこ悪い白抜けとはおさらばだ。彩りの湯はとても珍しい秘湯なので、秘密の場所に隠されています。入り口はどうぞお客様ご自身で探してみてくださいと。もう知ってますよ。オッケー、最高。入ります。入湯券を拝見します。はい、どうぞ。入湯券は確認しました。では、どうぞ。セーブ中。スタンプラリー達成おめでとうございます。こちら、スペシャル特典の彩りの湯になります。看板に沿ってお進みください。オッケー。読む。こちらか。おっと。普通に敵がいない？おい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 。今のうち。一応そこまでいけるか。はよ。なんか上の、つららっていうの？怖いな。なんか降ってきそう。おっつ。いや、普通に敵。やめなさい。邪魔だ。どういうことだ、普通に敵がいるって。この野郎。これはどう揃えてくれようか。2回か。こうだ。オッケーオッケーオッケー。ブーってどれくらいの火力？キラキラアイアンでいけるかな？おい。よいしょ。あ、いけるね。よし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 。では、こいつらはキラキラハンマー。オッケー、エクセレント。よし。まあ、ざっとこんなもんよ。お、752。あ、で、これ使って上に行くのか。なるほどな。ん？あ、壊せそう。なるほど、ここに道があるのか。これも？はい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 。ん？今は何か関係あったのか。あ、普通に向こうに道がまだあるな。コインゲット。あれ？ここもなんか行けそうだが、おい。
こうか。あ、さらに高く上がると、そういうことか。こっち側は危ね。とっさ、殴ってしまった。まあ、いいや、ちゃっちゃっと倒そう。よいしょ。これは？揃うけど。こうか。オッケー、成功。じゃあ、キラキラハンマー。いいね。で、お前もじゃ。オッケー、ダブルエクセルト。よし。どんな問題。で、これも壊せるな。オッケー。これであそこのコインも取れるね。あげてくれ。よし。で、宝箱。お、マックスアップハートプラス10。やったー。これで190。あと10どっかにあるな。これ見落としてんのかな。プラス5だったらあとどっかに2つあるんだけどな。まあ、キノピオタウンに戻ることがあったら、あの、ハートを感じるキノピオに聞いてみて、まあ、ささっと取りに行ってもいいかもな。そちらの土管からどうぞ。こっち、なんか続いてるけど。うわ、すごい狭い道。下は崖だし、こんなところ怖くて取りたくないですわね。ってことは通るな。これ入れないんじゃないか？ですね。なるほど。もう整備がなってないな。どうやら土管の出口が塞がっているようですな。しかし出口は一体どこにあるんでしょうか。ここだよな。うーわ、あら、そよかで、そよそよ、そんなレベルじゃない。がすごい風、恐怖の恐怖ですわ。こんな飛ばされちゃうなら、ますますあんな狭い道通れないですわよ。じゃあどうすんだい、これ。ん？ちょっと待ってください。壁に鎖がありますぞ。これは良い。この鎖を掴めば風が吹いても飛ばされずに済むのでは？マヨ君、この道の先にはきっと土管の出口があるはずです。何、強い風が吹いても、B か。で、柵をつかん、あ、違う、鎖をつかめば安心ですぞ。カッカッカッ。B ね。OK。あれ？私はついていきません。なぜなら背中に坊ちゃんがいますからね。こいつ。ほらほら、坊ちゃん、マリオくんが土管をなんとかしてくれますよ。私たちはおとなしくここで待ってましょうね。この野郎が。まあ言ってやるよ。多分この風が来るときには捕まってろってことでしょ。メニューも開けないと助けも呼べないんだね。待って、一旦掴んで、やめてくれ。で、これジャンプか。ほっ、まだ生きらん。もうちょっと手前で掴んどきたかったな。長いし、しかも。よし。お、危ねえ。あ、待って。うっ。うおっ。風の長さバラバラなんだな。とりあえず回復。ここって別に大丈夫だよね。OK。ここは大丈夫だ。ないじゃん。ちょ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 。ここで掴む。うわ。やっぱり整備がなってない。長い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 。はよ。ああ。
ここだな、ここで一旦待つんだな。くっ、よし、あっ、ここだ、やめてくれ。よいしょ、このままいっちゃう。よし、どんなもんじゃい。回収率 100%。 もうすぐ、あ、まだ続くのね。あー、待って、よし、よし、 OK、 やっぱりシールか、この野郎。ジャンプして剥がす。よいしょ、これで OK かしら。カミックさんを呼ばなくちゃ。おーおー、繋がりましたな。さすがマリオくん、では行きましょう。感謝の言葉はねえのかい。俺普通だったら命がけだぞ。あ、なんか下にあるな。人を彩りの湯入り口。入り口？あ、入り口？どっから？あ、ここか。まあ何はともあれ、これでつけるか、なんだこれ。え、ここが秘密の温泉？なんだか真っ暗ですわ。秘密だから暗いのかな。そんなバカな。なんかあるね。Ladies and gentlemen。あ？ Ladies and gentlemen。大砲の、まさか、あ、大砲、はい、これシリーズ通してあるやつじゃない。カラースプラッシュにもあったぞ、こういうの。今週もやってまいりました、平砲の、平平砲のお時間です。司会は私、平砲です。 MC 平砲。そしてチャレンジャーはおなじみマリオさんです。パクパクパクっつって。クイズにクリアすれば秘密の温泉彩りの湯へご招待いたします。クイズにチャレンジしますか。まあやるしかねえだろう。あ、カメクさんは観覧席へお願いします。マリオくん、ここは頼みますと。まあそうなると思ってたよ。ではモニターに注目。うわ、テレビで見たことある。クイズは全部で12問、正解するとポイントがもらえます。ほうほう、100ポイント達成でチャレンジクリア、彩りの湯へご招待。ではクイズはルーレットで選ばせていただきます。それでは参りましょう、ルーレットスタート。あ、俺が止めんの？おい、あ、くっそ簡単なやつに。くるくる合わせレベル1。ほう、くるくる合わせはパズルのクイズです。これからこの絵がシャッフルされます。元の絵を覚えておいてください。なるほどね。バトルと同じだ。3、2、1。シャッフル始め。はい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 。はい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 。あ、これ意外に難しいのでは？シャッフル終わり。リングを操作して制限時間内、指定回数内で元の絵に戻してください。何回だ？ Ready? Go! 4回。まずこれが違うよな。こうだったと思う。で、こうの、こうじゃないか。終了！おっと、正解！いいね。これぐらいだったらまだまだ簡単。今回のポイントを見てみましょう。10ポイントゲットです。これ先長くねえか？現在10ポイントクリアまであと90ポイント。それでは次のクイズに参りましょう。
ルーレット、スタート。ちょっと難しめがいいなぁ。この辺。あ。あ、くっそ簡単。かけっこクイズレベル1。記憶力のクイズです。なんだ？ん？これからクッパ軍団がかけっこを行います。結果を覚えておいてください。ほう。用意？スタート。さあ、走っております。のこのこ選手、かなり遅い。あ、でも巻き返しております。ただ、ここでクリボーが1位になりまして、クリボー、のこのこ、忍者、兵法ですかね。名前忘れちゃったな、あいつ。おっと、兵法倒れたけど、ここで猛ダッシュ。1位を取るのは、のこのこ、兵法、クリボー、忍者。なんとなく実況してみたけど。さあ、なんだ？何を当てろって言うんだい？一着でゴールしたのは誰？リンゴ総再生制限時間ないね。ああ、なるほど。こんなの簡単じゃないか。こうやって、はい。え、いいよね、これで。あ、完了。いいよ。答え決まりました。正解か不正解か。踏むの？ちょっと待って。正解はいいとしてなんで踏むんだよ。かわいそうだろ。これで20ポイントかよ。先が長いな、本当に。あと80ポイント。20、レベル2行きたいな。ルーレット、スタート。この辺で止めれば。ちょうどいいとこに行くんじゃないか。あ、待って、あーやばい。いや、待って、レベル3。ちょっと待って、難しいな。見柱タワーか。3、2、1、シャッフル始め。あー、やっぱ横来たか。グハハハハ、何これ。Ready? Go! 6回。ま、この辺、やってなかった？で、多分こうだよね、まずは。あ、くっそむずくない？これ。どう？やべえな、これ。これむずすぎる。あー、ダメだ。不正解。急に難易度上がりすぎでしょう。ブーブーじゃねえわ。まあ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 、まだまだチャンスあるよね。ルーレット、スタート。まあ番組的にね、ちょっと盛り上がりがないとな。ダメ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 。ハックンはどれだ？レベル3。動体視力のクイズ？何？これからクッパ軍団がシャフされるので、ハックンがどこか当ててください。逆にクリボーと兵法を見とけば OK か。シャフ始め。バカだな。まだ動くの？おいおい、もういい、もういい。まだね、多分目で追えてる。あ、そこに入れんのか。だとすると、あ、待てよ。こうだったから、こうやって、これが邪魔なんだよな。で、あ、ちゃ。あ、なんか、地味に合わせるのむずくない？こうか。
多分ね、この4つだと思う。どうだ？頼む。途中油断したー。終わりかと思ってなんか気抜いちゃったよ。あー、がー、マジかー。これむず。惜しかったなー。やばい、これ結構厳しくないか。オッケー、まだ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 。でもそろそろ50取れたらでかいよね。おい、また10回温泉クイズ。記憶力と計算なんですかね。これからクリボーが温泉の中を出入りするので、最後まで温泉に入ってる数を当ててください。なるほど、用意スタート。2、3、4、3、5、6、7、6、7、8、9、8、11、10、12、長くない？ 13 多分合ってるよね、13で。びっくりしたのが画面が真っ暗だったけど。はぁ、静止式？あ、どうしようかな。ジュース、やりづらい。ちょっと待って、ここに来て変な難しさが。13だから、まあ。4たす9で13でいいか。これでいいんだよね。うん。すべて使い？はい？ちょい。そういうことは早めに言ってくださいな。やべ、時間がね。じゃあ10たす、こだ。あぶねえ。あれ、13でいいよね。おーしょ。この調子だと今回動画長くなるぞ。やっと30ポイントか。あと70。よ、ルーレットスタート。お、レベル2、かけっこクイズ30。まあ、やること同じだろうな。はい。よーい、スタート。さあ、始まりました。第2レース、ムーチョが1位。さあ、ここでクリボーが先頭に追い出しました。ハックン、いつもビリですね。消えた。ハックンずるい。それはずるい。ハックン、変わり目の術1位に。ただムーチョに追い越されていくか。ただこのまま逃げ切るか。またしてもずるい技が炸裂。ハックンが1位のままゴールしようとしております。ハックン、ムーチョ、クリボー、兵法どうした、諦めたな。ハックンムーチョクリボー。ハックンムーチョクリボー。オッケーオッケーオッケー。ハックンムーチョクリボ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 ー。ハックンムーチョー。ムーチョー。関係ねえやついんな。ハックンムーチョクリボーだもんね。オッケー。完了。正解か不正解か。オッケー。踏まれるやつはどういう気持ちなんだろう。さあ、でもこれ一気に
点稼げましたよ。これで50をクリアすれば一気にクリアできるんだよな。って考えればまだまだ余裕あるぞ。ルーレットスタート。50をクリアしたいな。選ばれねえか。ハックンはどれだ。レベル2。あ、これ間違えたやつじゃん俺。2つか。オッケー、2つね。2つを見てばいいんだな。ちょっと集中します。あ、やばい、わかんない。あ、ダメかもしんない。やばいな。ちょっと待って、あれ、これ自信ないぞ。ね、一匹はこれだと思うんだ。あー待って、変な動きしないで。一匹はね、多分これだと思うんですよ。これかな、どうだろう。いや、これ自信ない。あの3つ揃った時一気にパニックになった。これダメかもな。おーいった、おーいおーいおーい、天才か。今全然自信なかったのに。やったー、この番組面白いな。さあ、あと10ポイント。簡単なやつでもいいから1個クリアすれば OK だね。ルーレットスタート。レベル1のいいよ、ハックンで。あ、絵合わせレベル2か。うん、回し方覚えとけばいいんじゃないか。バカだな。それさらわかんねえんだっつうのも。7回。あーもうわかんないな。あーもうわかんないな、これな。ガガハ。むずい。これむずいよ。うん。まあ気を取り直して。ルーレット。スタート。レベル1でいいから。レベル1でいいから。ああ、そうです。天才です。ハックンはどれだ。あ、1体か。これは頑張れるはず。これでミスったらちょっと恥ずかしいよな。頑張ります。あ。あれ、これ。いや。スライドで反対側に行くときが、あ、待って。スライド反対側に行くときに頭がパニックになる。多分これでいいはず。頼む！これミスったらやばい。頼む！おし！やったー！今回のポイント見てみましょう。オッケー、これで100ポイント。やったー、チャレンジ成功。おっと、今のポイントで100ポイント達成です。コングラチュレーション、クイズチャレンジクリアです。あー、よかった。カメ、お前何もしてねえのに参加してんじゃねえよそこに。それでは、彩りのゆえご招待。ん？の前にこちらに参りましょう。え、何？スペシャルクイズ。は？ 100 ポイント達成しましたので、スペシャルクイズにチャレンジすることができます。成功すれば素敵な景品ゲットを、失敗すればゲームオーバー。え？チャレンジしないのであれば、このまま彩りのゆえご招待とします。
こんなんやるしかないだろう。行くしかないだろう。素晴らしい、オーディエンスも最高の盛り上がりを見せております。それではクイズ、また神くんいなくなったな。スペシャルクイズスタートです。スペシャルクイズ、これからマルさんが聞いたことのある曲が流れ、モニターに歌詞が表示されます。歌詞の一部がハテナとなっているので、その内容を4つを選択肢から選んでください。え、選択する方法ですが、何これ、そちらの大砲につながったボタンをオリビアさんに押していただきます。何、リンゴを動かし矢印ルートを作り、ボタンまでたどり着いてください。正解のボタンを押したり、ボタンにたどり着けなかった場合はゲームオーバーです。ちょっと待って、意外に難しくない？大振り乗ったつもりで、いや本当か今大砲って言ったよねOK 何の歌詞だ。ミュージックスタート。あ、これか。わあ、これなんだ。人生というなんとかが、わかんねえ。これなんだ。レディー、ゴー。曲がりくねった川。荒ぶる川は違う。渦巻き違う。人生という名の。あれ？これどれ？人生という名の。終わりのないじゃないかな。選ぶしかないな。これで。一応 A で行くよね。人生という名の、お、途中歌ったんだよな。人生という名の終わりのない川。曲がりくねった川。いや、曲がりくねった語呂が悪いな。多分 A だろう。左行く、真ん中行く。これでいいはず。頼む。押してくれ。おっし、やった。あ、ドキドキした、ドキドキしたよこれ。もうどうせだったら血の G のやつにしてくれよ。あれだったら覚えてるよ。よーおーおーおーでしょ。コングラチュレーション、スペシャルクイズクリアです。カメコ、お前何もやってんねんの、自分の手柄のように来やがって。それでは素敵な景品をお受け取りください。え、スペシャルクイズの大砲というフィギュア、これかよ。次は新たなチャレンジを用意してお待ちしています。それでは彩りの湯へご招待。くつろぎのひとときをお楽しみください。いってらっしゃい。じゃあ落とすんじゃねえ。といったところでお時間となってしまいました。皆さん最後はご一緒に、ヘイホーのヘイヘイホー。まあ面白かったからいいか。セーブ中。動画見てくれてる人は楽しんでくれてますか？体力全回復。これが秘密の温泉か。いろんな人がいろいろだな。このギラギラとした輝き、これは確かに入り口に効果がありそうですぞ。さすがスペシャルな温泉ですわ。とってもカラフル、ウキウキ彩りちゃう。さあ坊ちゃん、いよいよ最後の仕上げです。色が綺麗に戻るようしっかり浸かるんですよ。ですぞ。わかってるよ。さあ見てろ。疲
疲れたなー、ここまで来るの。さあ、どうだ。来たー、クッパジュニア復活。じゃん、どうだ、見てみろ。もうどこも悪くないぞ、これならもう文句ないだろ。おい、カメック、どうした。くぅ、お前はここまで長い道のりでした。しかし、ようやくいつもの元気な坊ちゃんに戻られて。くぅ、本当によかった、よかった。わぁ、よく見た、ジュニアさんってこんなお顔だったんだ。まん丸な目に唇もタラコみたいでとっても可愛いです。おい、僕の顔はこっちだぞ。クラウンの方見てたんか。ゾデボちゃん、あの雲の上の折り紙塀まで飛べそうですかな。元気もりもり、やる気満々だ。あんな雷雲の一つや二つ軽くひとっ飛びだぞ。なんならもう今そこから飛んでいけちゃうぞ。ちょっと待って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 、一旦待って。まあまあ坊ちゃん、魔力もいろいろ準備やなどあるでしょうし、ここは一旦上に戻って改めてクッパ城に乗り込みましょう。そうしてくれ。いきなり行かないでくれ。色あせ、色落ちと。一旦上に戻れるっぽいねってことは。上がり、お帰りはこちら。なるほど。これは？おい。あ、カフェか。ちょっと今回長引いちゃったから、これを見るのはまあ、次回とかでいいかなと思います。戻りましょう。あ、これ土管なの？わあ、そっから？あ、これ一方通行なんだ。あ、やべ、カフェ見れねえじゃん。まあ、いっか。いろいろ頑張ったしね。もうちょっとこっちかな。はい、というわけで、綺麗に並んだところで、お時間いいと思います。結構長くなってしまったかと思いますが、まあ、一旦今回ここで終わりにしたいと思います。次回はこの続きからプレイをしていきますので、ぜひ見に来てください。そして、チャンネル登録、高評価もぜひぜひよろしくお願いいたします。では、ご視聴ありがとうございました！